製品に加工する直前の比較と代表的な工具比較とは動物の皮膚を生のまままたは舐めしてあるものを指す動物から生えた皮膚を皮皮から毛を除き舐めして得られる製品を皮と言い,い生皮から皮までを含めて比較と総称する毛皮は毛をつけたまま舐めしたもので工義には比較に含まれる人工的に作られた人造比較と区別するため 動物の皮膚を舐めしたものを天然皮革や本革という、こともある。皮革の中でも、もともと生えていた体毛まで利用するものは、毛革という。革とは、生物の表面を覆う組織であり、人類は特に動物の革を利用してきた。動物の皮膚をそのまま剥ぎ、製品として使用したものを革という。しかし、革には高温多湿の環境では腐るという、大きな欠点があるため、 これを腐らないよう舐めして加工したものが革である。革は動物の革を両手でピンと張ったところを表した文字である。舐めして革に加工できる革を原皮という。英語では革はスキン、革はレザーにあたる。原皮の分類では大きさによりスキンとハイドに分けられる。牛皮の場合中牛程度までの大きさをスキン、それより大きいものをハイドという。 人類の祖先は動物の皮に着目しこれを利用するようになったが、最初はネズミやウサギなどの小動物が利用されたと考えられている。最初の比較の利用は毛皮であった。皮は乾燥させると硬くなるが、乾燥中に繰り返し揉んだりほぐしたりして加工すると柔らかさを保つ性質がある。比較は硬質の樹脂であるプラスチックが発明されるまで人類が入手できる。 最も強靭な素材だった。舐めして皮に加工できる皮を原皮というが原皮になり得るものは、脊椎動物の皮に限られている。また、実用的な比較に加工するには、コラーゲン繊維が十分に絡んでいて、一定の厚みや硬さが必要である。また、皮製品の加工に安定供給できるような素材である必要がある。比較の材料としては、以下の動物が挙げられる。 製品種類とともに記述する。牛革は一般的に牛の革を使用する。一般的な革であり、革靴に使用される革としては最大数量。一般に生牛の背中から脇までの革を使用する。カウブル等の分類があるが、基本的にすべて肉牛の革である。表面にエンボス加工を施すことにより、オーストリッチワに蛇などの模造をすることも可能である。 外見上の特徴は特にない。豚非常に柔らかい皮を作ることも半透明にもできる。表皮の下には脂肪層があるので牛皮のように厚い皮にはできないのが特徴。摩耗に強いのでランドセルや靴の内皮などに使用される。三角形に揃った毛穴一目で豚皮と判別でき価値が低いとして扱われてきたが近年は 海外ブランドでもデザイン性を生かした医療製品などに使われるようになった。特に柔らかくなめしてガーメントに使われたり硬く半透明にしてランプシェードなど工作用に使われることもある。日本から輸出される数少ない革でもある。馬伝部以外の比較的柔らかい部分は靴の内革に多く使用。羊や木管がルー近年特に使用が増えた比較である。軽くて 丈夫なのが特徴で、サッカー選手や陸上選手のスパイクシューズや、オートバイ用、ライディングスーツなどにも使用される。世界的に肉牛の需要が減少し、副産物としての牛革が減少するに伴い、徐々に採用された。基本部位は、肉牛と同じく背中から脇であるが、カンガルーは二足歩行するため、皮の形状も三角形に近い形をなしており、製造過程で、 若干の技術的困難が見られた。外見上は牛皮と大差なく見分けはつきにくい。その他の哺乳類性格の作業には大きく分けて準備工程、舐めし工程、最重、染色、貸し工程、仕上げ工程がある。舐めしの前に皮をコラーゲン繊維だけに精錬する工程であり、英語ではビムハウスワークという。皮には高温多湿の環境では腐るという。 大きな欠点があるため、これを腐らなくする加工がナめしである。皮のコラーゲン繊維の原繊維は組織内の水分中で、ペプチド結合により結合した三本鎖の螺旋構造になっている。ナめしとは、皮のアミノ酸でできたコラーゲン繊維に重剤を作用させることで、水分がない状態でもコラーゲン繊維が癒着せず、螺旋構造を維持する状態に変化させることを言う。 なめしのプロセスが理論的に解明されたのは18世紀のことである。サッカーボール比較は一般に医療品や送信具などに利用されることが多い。とりわけ、衣服、革靴、カバンベルト、サスペンダー、椅子の表張りなど、大麻撮影、耐火性、引っ張り強度などの耐久性が求められるものに多く使われる。1肉食の近畿のために、 比較の供給量が少なく、衣服に使うことが少なかった日本でも、家事装束には、鹿革が多く用いられた。バグや、球技用の玉、野球のグローブ、自転車のサドルなどのスポーツ用品にも多く用いられる。高価なスポーツカーや高級車では、シートや、ダッシュボードなどの内装材が総比較性のものが、人造比較であるエクセが普及した現在においても、時折見受けられる。 手触りが良いために比較的普及価格帯に近い自動車でもステアリングやシフトノブには比較巻きのものが用いられる場合がある。オートバイのシートにも用いられることがある。かつては鎧や兜、と盾などボールにも多く使用された。剣や刀の柄にも滑り止めのために比較性の紐が巻き付けられ、野球のバットをはじめとするスポーツ用品の柄や、 オートバイのハンドルバーグリップにも比較が滑り止めとして用いられることがあった。小銃や散弾銃のオブイい紐や重傷の砲当て、拳銃のホルスター等の軍需品にも比較は広く用いられた。合成ゴムが普及する以前は、機密性が要求される手動ポンプや空気銃等のピストンのパッキン、水道用パッキンといった工業製品にも比較が用いられた。 サメ革のわさびおろし器、ビリヤードの急先端に取り付けるティップなど、革の特性をうまく利用した製品も多い。太鼓や、シャミセン、三線などの楽器にも利用される。一般の比較製品は、ほとんど何らかの比較用塗料が塗装してあり、舐めしの時に染色したり、塗装の時にスプレー染色するなど、染料や顔料で着色してある。比較は、 長期間放置すると硬化する傾向がある。硬化すると、製品としての美しさや機能性が損なわれる、のみならず、ひび割れて使用できなくなる恐れがある。そこで、皮の柔らかさを維持するため、捕獲油を塗ることがある。捕獲用の塗り物には様々あるが、製品に適した塗り物を用いないと、シミや劣化の原因ともなるので、注意が必要。捕獲油を塗る前に汚れを落とさないと、 シミや劣化の原因となることもあるので、ブラシや布でよく汚れを落としてから塗る。スウェードやヌバックなど肝側には、専用の洗浄剤やクリーナー、スウェードブラシを用いる。スウェードブラシには、細い真鍮の針金が使われていて、肝側を毛羽立たせる効果がある。ただし、肝側以外に使うと、傷の原因となる。また、高湿度や汚れによって、 カビが発生することがある。比較の製造過程でカビの原因となる有機物は取り除かれるので、主なカビの原因は製品になった後に付着した汚れである。したがって表面をきれいにすることが保存性を高めるのに効果がある。多くの製品には塗料が塗られているので、汚れ落としのためにベンジンなどの有機溶剤を使用するとその塗膜が損傷することがある。 皮の構成要素であるコラーゲンは、タンパク質の一種であり、熱で編成して、強度や柔軟性を失うので、濡れた、比較製品を乾かす目的で火の近くに置くのは避けた方がいい。このように、天然比較は、手入れが大変であるにもかかわらず、使えば使うほど馴染んできて、美しくなることから、現在でも、合成比較に完全にとって変わられることはない。 一部の工業製品のエアポンプに現在も用いられている比較性ポンプカップはある程度の油分が浸透していないとシリンダーとの密着性が低下して気密漏れを起こしてしまうため使用前にはミシン油などの油を必ず注油しなければならない手間がある反面合成ゴムに見られる気発油などによる防潤や経年劣化による効果が起こりにくく 摩擦による摩滅や断裂が起きるまでは繰り返し、使用可能な耐久性があるため、趣味者の間では、近代的なゴム製、ポンプカップよりも比較性が好まれる場合もある。合成比較、フェイクレザーとは、寄付に樹脂等を付着させて、天然比較類似の風合いとしたものを言う。天然比較と異なり、水に濡れたりしても手入れが簡便であり、安価で、 品質も均一であることなどから普及している。単に、レザーという場合、合成比較を示す場合もあるが、レザーの意味は、天然比較である。なお、抗議の合成比較は、競技の合成比較と人工比較とに分類される。ものによるが、天然比較に比して劣化が早い傾向があり、天然比較の靴や、服のように自分の体に合ってくるということは少ない。例えば、 ポリウレタン製のフェイクレザーなどは、使用状況、保管方法等にもよるが、約5年程度で劣化し、使えなくなることが多い。化学繊維で毛皮を模したものを、フェイクファー、エコファーと呼ぶのに関連して、エコレザーが合成比較のことだと勘違いされることがあるが、エコレザーは天然比較である。オーガニックコットンなどと似たようなもので、 環境に配慮して製品化された天然比較をエコレザーと呼ぶ。生体細胞を細胞培養して生物を犠牲にすることなく工業的に比較を生産する研究が行われ、一部の企業は商業生産を始めている。ありがとうございます。